真夜中なのにヤッハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアルギナマーです。現在2024年の10月4日金曜0時31分ですね。結婚するって本当ですか？一応 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介するんで、興味ある方は30秒ほど飛ばしてください。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに来社で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界まで見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出ました。2022年には福田京子さんと CM 共演で果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数のみの皆さん、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動向を続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ評価は流れませんので、ご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同調していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけを確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。ホームページ出しとこうか。長虎さんの先輩に似てんな。ポケモンカッターって書いてある。コミヤ、本庄寺さん、私と結婚しませんか。何引き船駅、猫かな。玉、カマか。4年目か。高卒だったら23になる年だな。今のあの岩合光昭さんの世界猫歩きかな。あ、早見沙織さんやね。日暮里、本庄寺さんは怒ってないのに怒ってと勘違いされる系女子や。
シズマニアか。ママルさん、ほんまに丸いな。嵐千里が喜ぶやつや。あれでママルなんや。そう、独身者ね。うん、猫がいるから。いいよね。返しなさい、返しなさい。コミヤちゃん可愛いな。1500キロ。へえ。スカイツリーよ。本庄寺さん。夏で18度。
サブタイトル来たね。サブタイトルが来たで。そんなうまくいくかね。なんぼ地味は言うたかて。これ発表されるんじゃん、これ黒川さんから。一緒に。バウバウ、あ、バウバウ、
結構サプライズパーティーや。バウバウって松村邦洋さんのギャグだったね。ガブロメするのかな。てる。ああマックスだった。カラオケ、あの聴いてた曲かな。あーやっぱり。声ちっさ。勇者やな。勇者やこれは。YHM。 ああ。横浜が聖地なんかこれ。ああ、違う、日暮里。24歳、10月21日なんや。あ、そんなレベルかい。
あ、来たな。うん。指輪？ああ、ペアリングか。熊谷健太郎さんとかな？あ、小清水亜美さんだな。黒川さんか？ちょっと後でもう一回キャストに喋ります。サイズ合うんかいな、これ。あ、ハニーワークスやん。プロポーズの言葉。箱庭リリーって誰だっけな。結婚してください。まんまやな。ああや、あ、言うてへんのか。19時、あ、終わりか。あ、OK。よし、この辺か。黒川麻子。大原拓也、本庄寺理香っていうのか、黒川真子かな、朝子どっちやろな。これ小清水さんやったね。黒川さん今んとこ推しかもしれない。むっちゃ好きやわあの人。権田博美、落合福士さん、権田博美、誰や、小宮ちゃん、あれ安住かなさんやったんかい。小宮夏美っていうのね。で、稲圭介、あ、石原春樹さんいるやん。塚本周一ね。だから、あの顔でかい、あれかな。進藤、翔、進む、利根健太郎さんも聞いたことあるな。
北川景子、北川景子って字も一緒やん。北川景子って岡田幸子さん、由紀子さん、どっちだろうな。どれが北川景子やろ。五十嵐あき、磯島明子かな。木村、これたまりで趣里、どっちだろう。見たことある。で、小市誠さんじゃない、斎藤茜、どれや。小市誠さんは明神弥彦ですな。少年役が多い。野々山のり子、平塚紗衣さんとかな、知らんな。で、ママあるが小林康介さん、知らんな。小林雄介さんがわかるけどね。いや、まあまあまあ、PV 見ての通りやわ。面白い。面白い。だから、ここからほんまのラブ、まあ、ラブコメじゃないわ。ほんまの恋愛に発展していくのか否かやね。とりあえず、大原拓也はもう、とにかく言葉が出てこへんと。ありがとうって言っとけばよかったなとか。多分、ごめんなさいだとかね。とにかく言葉が出てこへん。肝心なところで言葉が出へんという、まあ、コミュ障やわな、言うたら。本庄寺さんは本庄寺さんで、これもコミュ障で、まあ、怒ってると思われがちやと。これもよくあるパターンやね。まあ、とかも何、アラスカ支店ができるから365日後に独身者が行かなあかんということで、まあ、結婚をほのめかそうと。ほのめかすんじゃないな。まあ、あれ、休みの日にたまたまおたんかな。やけど、まあ、拓也はまあ、カマ。まあ、カマが多分、今の全てみたいな感じもね。で、カマを掘っていくわけにいかんかなってことね。で、本庄寺さんは、とにかく遠いからやね。5500キロで、しかもコミュ障の私が行けるわけがないということで、まあ、結婚しようと。で、まあ、作戦としては、まあ、地味な二人が結婚する、誰も興味ない、知らん間に忘れされていくだろうと。そんなわけないやん。まあ、これが黒川さんに伝わったところもバリバリに喜ばれると。さらには、まあ、二人で仕事をせえということで、二人に残業を任せて、その間にサプライズパーティーって。めちゃくちゃ面白いし、黒川さん、まあ、人というか、部下思いのええ人よね。今んとこ黒川さん推しやわ。で、まあ、そこでね、私に全て任せてくださいって言って、ワイン2本か多分、あれ飲み干して、カラオケ歌ったんやろうけどね。もう二度と歌えませんと。いうことで。そして、まあ、慣れ初めを、まあ、でっち上げるために、まあ、一人で横浜、YHM やったっけ、マスだけど。作戦を発動で、ペアリングをこうたと。あ、ペアリングこうたけども、まあ、ところがどっこい、そのデートの途中にその、大原くんを思い浮かべようにも顔がわからへんと。すごいな、あんだけ一応ちょっと喋ったにもかかわらず顔がわからへんと。だいぶコミュ障やな。まあ、いてはりますもんね、顔を覚えるの苦手な人って。そうか、だから多分、この偽装結婚を機に二人ともこうコミュ力もつけていくんじゃないんかな。コミュ力もつけていって、いや、ちょっとね、どうなんやろで、今更嘘でした言えへんもんな。だから今後出てくる懸念点としては、その過去にその慣れ初めを作ったとして、まあ、例えば1年前の何月から付き合い始めたと言ったとして、じゃあその初デートの写真見してやだとか、うん、初めてチューした場所見せてやとか、そういったもん出てくるんじゃないかなと思うんだけど、果たしてどうかな。で、それを今度写真を加工して作っていくだとか、その過去の自分の写真、ああ、ないんちゃうかな。二人とも友達いい品っぽいしね、出かけて写真とかも撮ってない気がするから、そうなった時にどないしてごまかしていくのかが気になるな。はい、まあ、今回分かったな。あと大原くんは24歳の10月21日生まれってことやね。だし、これがいつか分からんけど、例えばその彼氏彼女だったら誕生日のお祝いとかもしてるはずやろうから、なんかそういうとこでね、まあ、やはり写真見せてっていうのが出てくるんじゃないんかなと思うんだけど、写真とか動画ね。例えば、大原くんもあれやね、誕生日去年はどうやって過ごしたのって、一緒に過ごしたんじゃないのとか言って、写真とか動画ないのみたいな、こういうのが出てくるような気がするんだけどね。まあまあ、あとはもうその本庄寺さんの誕生日も気になるところだけどね。はい、ということで、まあ、そういうのが近いうちに出てくるんじゃないかなと思うけどね。まあ、あと黒川さんね、このタイミングで怪しいと思わない、これ絶対できちゃった結婚や、めっちゃおもろかったわね。めっちゃおもろかったわ。
あれちょっとね、黒川さんのその、まあ、マジ天然ボケというか、というところも、まあ、ちょっと注目していくとこかな。あとはその小宮さんね。小宮さんも、ね、気になるね。小宮ちゃんね。小宮ちゃんも気になる。うん。だから小宮ちゃんももしかしたら、どっからタイミングでほんまに結婚してきたりしてね。だからその周りがほんまに結婚していって、今後、この二人だけ偽装結婚やってことで、どないしようっていう問題も出てくるんじゃない？はい、まあまあとにかく楽しみですね。以上、結婚するって本当ですか？以上でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝え方で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、約4年8ヶ月仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載ってますので、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他諸々をスタートして、今日で1651日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルでスタートしますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったのに、約1年5ヶ月分推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画を自らの手で削除させるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっとます。それでもなおやればできるわけでもないです。大体そう思って、一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは、失礼します。